ベストコーストはアメリカカリフォルニア州ロサンゼルス出身のインディーバンド。サーフミュージックをローファイなガレージサウンドで演奏する二人組。ボーカルのベサニー・コセンティーノ2009年、ロサンゼルスにてベサニー・コセンティーノとボブ・ブルーノの二人で結成。ベサニーはカリフォルニア生まれで幼い頃から子役として TV に出演するなどの経歴を持っていた。 彼女はニューヨークで女性シンガーのバッキングボーカルを務めるなどしていたが、10代の終わり頃には生まれ故郷のカリフォルニアに戻り、いくつかのバンドを経てベストコーストを結成した。バンドはアメリカでメキシカンサマーとヨーロッパで生きたレコーディングスとそれぞれ契約を結んだ。2010年7月、ファーストアルバムクレイジーホーユーをリリース。全米チャート36位を記録する。 音楽メディアから高い評価を受け、年間ベストアルバムのリストにて、スピンシで14位、NME で27位、ピッチフォークで39位に選ばれた。2012年5月、セカンドアルバム、The Only Place をリリース。2015年5月、3作目のアルバム、California Nights をリリース。2020年2月、4作目のアルバム、Always Tomorrow をリリース。 スタジオアルバム、ありがとうございます。